からもできたわらび。もやしこれはコリアンタウンのもやしです。コリアンタウンのもやし、うん、でこれもコリアンタウンのもやし、ほうれん草。ほうれん草。これはこれはイクノコの、あのタイ。イクノコにタイあんの。いやいや、決まったらあるやん。でね、ぶっちゃけキムチはどこで買うてる。キムチがやで。ここで、うん、ここら。おいしく言ったろか。うん、じゃあ今日休みやすい。うん、あの自然の味でな、うん、おいしいの。やっさやっさ。あ、やっさやっさ、うん、こうマスクいこういこういくやろ。あとここから2軒目か3軒目かね。顔映ってもええやん。あ、顔映ったらいいや。いや別にいいよ。いいか。やっさやっさキムチ。やすだ。うん、カゴモトの隣。カゴモトの隣。カゴモトホルモン屋の隣。ええ、安田が一番おいしい。北田さんの名前も大事なんだから。ああ、まだ北田書店。北田書店。あの親に。会長。会長。僕帽子かぶってる人。会長。会長おる。うん。今度喜びながら。ほな、一番おいしいキムチは北田さん。北田と安田。安田。それで三番は。3番はない。ほな北田か安田。3番なしで4番まだ北田と安田。え、ちょっと待って、北田っていうのは正式な名前は北田商店。そう、はい、あ、言っとけ。店の名前はもちろん店の名前北田商店。これで、売ってるのがキムチ。キムチっていろいろ。じゃあホルモン精肉言ったらカゴモト。カゴモト精肉はカゴモト。キムチはちゃうで。キムチは、うん、キムチは安田と北田商店。はい、行ってくる。ここほとんどチェジュの人ら。ああ、ほとんどチェジュや。みんなチェジュ。みんなチェジュ。ああ、大体このコリアンタウンで行くの言ったら大体もう 70% ほとんどチェジュの人で。あっちの鶴橋のあたりもチェジュの人。そうそうそう、うん、ここはあそこもチェジュの人が多いな。あ、そうなんや。たまにはあれで来てる人。本土の人は、うん、あの生駒近辺行ったらほら。ああ、そうなんや。日本ちゃんこ行ったら陸地の方が多いんやけど。うん、この行くのくいたらほとんど社主との人間がほとんどチェジュ島の遊び方どんなに行ったらええ？チェジュ島行くのどんなに行ったら。いや、だからツアーで行くから今、うん、ツアーの子一番ええやろな。うん、ツアーの子は一泊2003日でも大体2万3000円くらいで行けるじゃん。3万までやん。でどことどこを見やんなんて言うて。あ、泊まれるとこ。うん、じゃあ観光はどこと。いやいや、だから観光は大体200日で大体チェジュ一周するんやけど。アムだけや。で、どことどこ、どことどこ回らんの。いや、最初の大体一周回るから大体180何キロやんか。あ、そうなんだ。189キロ。うん、だからそこ回るの大体2日3日で見られへんから2日で回るんや、そこな。ええとこだけ寄って回るから。ええとこどことどこ。いや、分からんけど。いや、いいとこがいっぱいある。旅行者頼んだら旅行者ちゃんとして、うん、いっぱい回るとこいっぱいあるよ。そうか。島も行くしな。島もあんの。あの、車と一緒にあの島のまたね、ウトいうとこあんね。まだウト、うん、島観光地はいっぱいある、うん、いっぱいあるから。そこがウトはなんて船で行くか。船で行くかな。船で行くかな。どうやって行くの。ウト船を渡らなきゃいけないな。これもすんで。そうや。なんで前一緒に渡ってやんか。あのあこは松山坡何はどこ。はい、松山坡からこう。いや、分かんない、はい。松山坡何。イージル坊。イージル坊。あこは車で行ける。あ、ここは別にそれが島ちゃうから。あ、ウト船で行くとこ。はい。場所も行ったし。そこ一回寄ったらみんなそこへ。いや、だから、うん、そこウト行くのも二箇所あるやんか。そうそう。チェジュ島からこっちへ来て、やっぱり最後はチェジュ島で帰りたい。もう帰りたい。あったかい。はい。チェジュでおいでよ。おいでよ。もう一回。チェジュでおせよ。もう一回おいでチェジュでおせよ。はい。はい、おとら。チェジュでおいでやす。それは、そんなあれはおいでやす。日本語までだ。